します皆さん。ちょっと待って、あ、はなか、今日の1個目はたっくんさんです。書いとこう。さん、マッセンさん、クジラちゃんさん、うどんのおかもっちゃんさん、よっちさん、ジュミさん、マオさん、ひさのいさん、しむしむさん、ぼやき TD さん、フェザースターさん、ミッツさん、ゴンゴンさん、卓球まんじゅうさん、とさやまさん、なかさん、パッチョさん、しんさん、むっちゃんさん、いつもありがとうございます。けいちゃんさん、どうちゃんさん、しろたんさん、 STU 推しさん、ひでりんさん、ぽぽさん、ちゅうたさん、ひでっちんぐさん、としあきさん、おじさんさん、さんきょうまるさんちゃんさん、しんごさん、熊之助さん、あきらさん、炎上さん、鬼衆さん、皆さんおはようございます。アッキーセブンさん、おはようございます。ゆなみらさん、花さん、久しぶり、久しぶりです。めっちゃ早口そうなんです。ちょっとね、あれ、はい、今日も朝配信、いつもと1時間違う時間帯ですけれども、今日も頑張りましょう、頑張りましょうというか、はい、水牛さん、おはなか、おはようございます。火曜日さん、今日は水曜日だけど初見です、おはようございます。そうなんです、今日はね、ちょっと髪を巻いて巻いたんです。だからちょっと手こずって混ぜちゃって、うん、待ってた。で、見てください、今日はですね、このカープのもらったベティちゃんを着てるので巻いてみました。赤いバンダナつけようともしたんですけど、赤のバンダナがなかったので、ベティちゃん意識です。今日はスクショしますか。ベティちゃん可愛いでしょ。これお誕生日に私のお友達にもらったやつです。ほのたん、ほのたんに、ほのたんじゃない、ほのたんの友達にもらった。ベティちゃんに似てますか。ベティちゃんみたいに格好するけ、スクショしてください。スクショしんちゃい、こうでしょ。待って、ベティちゃんはどんな顔しとる。これどんな感じ。ハープか、スクショしました。そう、双子です。双子って、そう、今顔真似してました。しんさん、おはようございます。ちょっと待ってね、スペシャルギフト投げてくださった方、ケンボーさん、ハート、パッチョさん、ケーキとクラッカーとハート、ありがとうございます。ケンボーさん、だるま、キワオくんさん、課長さん、おはようございます。もうお仕事だからっていう方が多いんですけど、お仕事まで見てくださるって方、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。そうだよ、顔真似した。前髪、今日の前髪は、デルネネデルネネデル73点、うん、微妙。皆さん、おはようございます。ちょっとどんどんね、今日もお話したいことあるし、あるので、じゃあちょっと途中で抜けるっていう方、コメントが多かったので、じゃあ今日は一番最初に推薦コメントを書いてくださった方のお礼を言いますね。誕生日迎えてから、たくさんの方が、たくさんの方がいっぱい、誕生日になった瞬間からめっちゃピロンピロンピロンって来て、20以上は来ました。そしてですね、この前、うん、喋り倒していこう、はい、喋り倒したいと思います。この前の配信では推薦コメントまだまとめきれなかったので、8月4日
8月4日ですね。確か8月4日の朝配信、金曜日の朝配信以降のに、あ、その配信で言った方以降の方を読みますね。いきます。大丈夫ですか？たくさんの方いるので、皆さん目の、あ、目と耳の穴をもうピロッ、開きまくって聞いてください。いきます。 K さん、カープ好きいちくんさん、カピパラさん、マサチーさん、つとむさん、名古屋の小林、名古屋の誠さんでした、すみません、名古屋の誠さん、しゅうちょうさん、ジョージジョージさん、はるさん、マリーナ、はるマリーナズーさん、卓球マンジーさん、横太郎さん、いっちーさん、三本の矢のサポーターさん、チュータさん、ホリちゃんさん、ゆうたさん、バッタさん、シムシムさん、ナカさん、んさん、ケイちゃんさん、三京丸さんちゃんさん、ジャックさん、アマヌマさん、パッチョさん、ウラッチさん、カゴさん、花火さん、カズキさん、ユーネコユータルさん、ユナイテッドさん、マオさん、クロちゃんさん、カズノリさん、ヨッシーさん、タケさん、ザイさん、ジャガちゃんさん、ババさん、ルナさん、スチュアートさん、イーさん、疾風甚大さん、ネモーズさんです。ありがとうございます。たくさんの方が書いてくださってて、何でもじゃない、何度も読みました。パッチョさん、だるまいっぱい、ありがとうございます。ヨシタクさん、おはよう、おはようございます。イタルさん、おはようございます。スノーショースノーさん、おはよう。シンゴさん、どうぞ更新しよう、楽しみに待ってますね。クロネコさん、おはようございます。皆さん、名前呼ばれましたかね。よし、ということで推薦コメント書いてくださった方の名前を呼びました。早速今日はですね、今日も1時間程度ということで9時までなんですけど、夏休み期間なので延長はありで、見てやってください、見てやってくださいというか楽しんでください。ケロさん、おめでとうさん、ありがとうございます。誕生日メッセージの方に、あ、そうなんです、誕生日メッセージの方も受付というかあってですね、私読みましたのでまたどこかの機会でモバイルでお礼を言えるかな、どうかなっていう感じです。でも読みました、ありがとうございます。めっちゃたくさんの方がいて、多分ショールームいつも来てくださる方でもない方とかでも書いてくださってたので、とっても嬉しかったです。よし、じゃあどんどん言っていきましょう。ちょっと待ってくださいね。はい。そう、モバイルの方のですね、メッセージを受け付けておりまして、その方にも少し見ました、ちょっとだけ見せてもらいました。で、読みましたよ、ありがとうございます。本当に多分ショールームの名前と、そこでなんかそこで募集したメッセージの名前とか違う方とかもいたと思うんですけど、初めて見る名前の方とかもいて、でね、くもはさん、クラッカーありがとうございます。じゃあ次のあれに行きましょう。もう始まった瞬間からコメントくださっている方もたくさんいるんですけど、まさにじゃない、ついにだ、ついに、てれん、カープに優勝マジックが点灯しました、イエーイ、パチパチパチ。あ、かぶろ、優勝マジックイエーイって、でねーん、もうね、今年も早すぎですね。カープっ子でも優勝マジックへのカウントダウンが近づいてきますって言ったんですけど、つきました、マジック33です。昨日はね引き分けだったんですけど、
優勝マジックが縮小するするする縮小しんちゃい。そうですね、阪神が負けたからだね。大丈夫ですか？縮小できましたか？はい。そうですね、今年もカウントダウンのペースが早い、ハイペースですね。今日も中日対広島があります。先発は大瀬良投手です。頑張ってほしいです。縮小 OK？ あ、そしてですね、あ、皆さん結構あのコメントしてくださってるんですけど、あの今週と来週はですね、夏休みウィークということで、多分夏休みということで、カープっ子がお休みです。そういえば今日もあの普段だったら多分今日明日とかがどちらかカープっ子で私とみちが出るんですけど、明日はトークショーもありますし、そういえばカープっ子がしばらくお休みとなります。そうですね、うん、なのであの次が結構時間が空くので、ちょっと緊張というか、次の時も緊張します。そうなんです、皆さん今知った感じかなぽいですね。カープっ子が楽しみで生きてるんですね。じゃあ次の時に頑張りますね。次の久しぶりの時にね、そう、次が楽しみ。そうなんですね、こちらのお話でした。そしてね、今知った、ほのたんが、そう、ほのたんがねマジック点灯伝えたかったです。伝えたかった、そう、休養日、そうだね、カープっ子が夏休みなので、カープっ子も夏休みです。そしてじゃあ早口言葉、今日も早口言葉滑舌練習をするんですけれども、その前に告知いいですか？告知しても、滑舌練習の前に告知をちょっとぶっこみたいと思います。今日の告知は2つ、トークショーの、あ、トークショーのレポもしたいと思います。多分トークショーの次の日から握手会があって、こっちに帰ってくるのは14日頃かなと思うので、少し時間が空くので、でもなるべく出来たてほやほやのレポが、あのレポがお届けできるようにちょっとしっかりあの学んでいきたいと思います。楽しんでもきたいと思う。ドスコイさん、キロさん、おはよう。ぴょこ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 、後ろにあったやのありますよ、これですか？やの？そう、サッホーさんに会える。サッホーさんとお話したいですね。お話ししてきます。しっぷんじーらほのたん、おはよう。ゴンゴーさん、やっほー、フォローしました、ありがとうございます。じゃあ告知いきます。ででーん、8月9日水曜日、もうズバリズバリズバリと、まさに今日です。
命の歌の中国地方先行放送があります。イエーイ。そう、ズバリですね。ズバリだった。ズバリ、え、ズバリ、あ、まさにか、まさに今日です。中国地方の方は今日命の歌が NHK 総合であります。ほなたんも出させて、あ、出演させていただいているのでぜひ見てください。あの、ほのたん特の歌もあるので、私特の歌も歌えたし、あの、何、南こうせつさん、石川さゆりさん、ことりんごさんなどたくさんの方と共演して、ちょっとドキドキもしたんですけど、とっても楽しく歌えたので、皆さんぜひ今日見てる方見てください。で、あの、全国放送の方は8月18日の金曜日午前0時10分から、正確に言ったら8月17日木曜日の深夜ってなりますね。あるので、ぜひ今日見れる方は午後7時30分から見てください。出演、そうなんです、台湾のポミさん、課長さん、べしゃりの尺どうでしょう、お楽しみに。大御所、バイト中なんで録画し、よろしくお願いします。ほのたんも多分その時はあのお家にいないので、録画します。と思います。ヨーポンさん、イケメンが撮れます。おはようございます。島風さん、先行放送なんです。メモ、皆さん録画。準備大丈夫ですか？としやさん、お久しぶりです。全然大丈夫ですよ。録画しますよ。本当に録画する。録画する。楽しみ、どんな感じで。また、うん。放送が終わった後は感想など皆さんに教えてもらったら嬉しいです。某チューブ&全国放送待ち組、多分某チューブに上がるかな、すぐ、というふうに思います。ぜひそちらでも。リオさん、初見です。おはようございます。そして、じゃあ続いて、この最後にも告知しようかな。今日明日のことなので、明日はいよいよてれれーん、タウのトークショーです。パチパチパチアンテ、あ、パチ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 で噛むってなかなかやばいかな。早く滑舌練習にね、したいですね。アンテナショップタウアットマーク銀座のトークショーに、滝野由美子ちゃん、トロブゆりちゃん、矢野ほのかちゃん3人が出ます。出演します。あの、これのですね、結構前にあの発表されたやつなんですけど、あの、応募があって、募集があって、抽選ですね、があって、当たったよっていう方とか、善悪の時に行くよって言ってくださったか、他のメンバーの推しの方もいたので、楽しみです。私、広島の良いところを、あの、東京でいっぱい発信していきたいと思います。ザギンで、うん、ザギンで楽しんできます。ザギンでシース、よっちさん、やのなかちゃん、そう、トークショー行くよ、くまさん、楽しみです。シュチュエマッチュさん、マッチュさんも言いにくいします。今日と明日楽しみですね。そして11日12日13日は握手会です。いよいよ楽しみです。たくさんの方にとお話できるのが、ワクワクワク。またトークショーのレポもあの しようと思っているので、ちょっと時間が空いちゃったりするけど、なんかメモするなりなんなりして忘れないように細かいことまでしていこうかなと思います。3本の矢のサポーターさん、推薦コメントありがとうございました。埼玉のおじちゃんさん、11日の握手会行きます、楽しみです。そうなんです、告知でした。祝勝しますか。
うん、スクショ。スクショしましたか？できた？最後にも告知ちょっとちゃっかりしようと思うので、スクショできなかったらそちらでお願いします。今日一日頑張れる言葉、パピヨンさん、パピヨンみたいにパピヨン頑張ってね、応援しとるけん。大西優さん、12日行きます、楽しみです、皆さんに会えるの楽しみです、本当に。 T シャツ握手会行くなら名乗った方がいい、三京丸さん。そうですね、あのいつも見てくださってる方とかは、あのなんだろう、あの言ってくださったら嬉しいです。できればあのさ、お察ししなければ、お察し替え、お察しつっかかえなければ、あの嫌じゃなければ名乗ってくださったら嬉しいです。そしたらあーっていう風に思うので、もう一回並ぶ、ありがとうございます。そう、さ、差し支え、差し支えなければですね、多分合ってます。うん、ありがとうございます、日本語いっぱい教えてくださって。合ってる、やった、楽しみ。あの大丈夫、大丈夫です。なんかいっぱいもう噛んでしまっちゃってるので、もう早速いきますね。早口言葉滑舌練習、イエーイ。こっちがいいか。スクショしましたか？オッケー。じゃあ早速いきますね。滑舌練習ということで、今日は3つの、ん？ 3つの早口言葉用意しています。後ろにもね若干1個あるんですけど、こちらは今日は言いませんけど、言いたいですかね。ボブちゃんがいます。ボブちゃんの早口言葉もありますよ。ボクボブ、ボクボブ、ボクボブ。よし、じゃあ皆さんも今日も一緒に早口言葉言ってください。新しい早口言葉が一つと、もう一つは前に言ったことある早口言葉の中から選びました。大丈夫ですか？ボクボブは言いづらい。そう、ボク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 ってなってましたよ、私も最初は。ボクボブ、ボクボブ。じゃあ最初の新しいやつからいきたいと思います。てれん、赤ま、あ、間違えた、最初から。ちょっといきます、最初からやり直し、せーの。青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪でーす。しっかり青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪も書きました。結構これね定番のやつなんですけど、出てなかったですね。色間違えちゃった。そう、定番のやつです。赤カマキリ、青カマキリ、黄カマキリもあったんですけど、じゃあ皆さん3回一緒に言いましょう。せーの。青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪。青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪。青巻き髪、赤巻き髪、黄巻き髪。イエーイ、ほのたんの髪も巻き巻き髪。3回言ってください。そう、あ、たっきゅうさんと同じコメントしてる。今日巻き髪、確かに。そうなんです。どうですか？そう、カマキリも言えるようになった、なったかもしれない。カマキリ見ますか？巻き巻き髪、巻き巻き髪、巻き巻き髪。大丈夫ですか？2回目の巻き髪が危ない。巻き髪ちょっと難しいですね。
うんさんおもろ、あ、推薦コメントありがとうございます。さっき名前読みました。ほうちゃんさんワンだった、わら。そう、普通は赤巻髪、青巻髪、黄巻髪だったんですけど、なんか某サイトにはそう書いてありました。仕事に行きます、頑張ってください、応援します。こっちもありましたね、そういえば前のやつ。赤カマキリ、青カマキリ、キカマキリ、キカマキリがやっぱ言いにくい。なんか黄色は難しいんですね。もっと早く行ってみよう。カマキリちゃんもいます。ほら、カマキリはいい感じ。アクセントつける場所を意識すると、そうなんですよ、なんか赤巻き髪、黄巻き髪って。名古屋の小林さん、おはよう、ほなた、おはようございます。カマキリかわいい、エビカマキリだよ。そして、え、なんか巻き髪ってなんだろうって、そう私も思ったけど、想像して書いてみた。なんかそしたらトイレットペーパーになった、カラフルなトイレットペーパー。とすやまさん、クラッカーありがとうございます。そう、この前あの歩いてたら、そうカマキリが飛んでいました、びっくりした。そうカマキリがなんかと目の前を飛んでいったんですよ。カマキリって飛ぶんですね。トイレットペーパーあかん、巻き髪。カマキリ可愛いですかね、皆さんカマキリ好きですか。じゃあ続いての、何カマキリ、続いてのカマキリ、続いての早口言葉、待って、暗いかな、いきますね。これは今まで言ったことのある、ででーん、はい、生温かい肩たき機。これちょっとあの意味わかりますかね。湯気もちょっと書いてるんですけど、まあ生温かい肩たき機です。タが1個抜けるんですよ私。え、あ、もう抜けてましたか。そう、誰かが多分使っていたっていう感じですね。生温かい肩たたき機、肩を叩く機器だから、肩たたき機。大丈夫ですか、肩たたき機。おのののかさんみたいに、なんかいや。肩たたき機、じゃあ行きますよ、3回皆さんも一緒に言ってください。生温かい肩たたき機、生温かい肩たたき機、生温かい肩たたき機。初めて聞いた、私も初めてこの早口言葉見ました。なんかいろんな早口言葉をね、あの知れるのでいいですね、いいです。そして言えたで、成長。ほのたのとの生温かいならいいよ。そう、ぬくもりですね多分。じゃあ続いての言えましたか、これは。言えましたかね。じゃあ続いての早口言葉いきますよ。てれん、最後の早口言葉は、おのののか、さがほのか、やのほのか。あの言えますかこれ。言えない方はもうここだけでもいいです、全然言えてください、最後だけ大丈夫ですか。ん、お約束定番、うん、言えますか、しっかり。
やのほのかやのほのか、うん、やのほのかやのほのかでも全然いいですよ。じゃあ3回いきますよ。おのののかさがほのかやのほのか、あ、ちょっと待って、これやり直す。やのほのかで噛んだっていう、ちょっとやばい。いきます。おのののかさがほのかやのほのか、おのののかさがほのかやのほのか、おのののかさがほのかやのほのか、イエーイ。一番下だけ言えない、ちょっと重症ですね。生温かい肩たたき器は言えなくても大丈夫ですよ、皆さんは。やのほのか、うん、やのほのかやのほのかやのほのか、言えましたか？合格、やった。そう、のがね、いっぱいありますね。1,2,3,4,5,6個。はい、今日のさがほのか、おのののかさがほのか、やのほのかスクショしていいよ。大丈夫ですか？じゃあこっちの肩たたき機、肩たたき機、スクショしましたか？さがほのかはちょっとピンク色の強いイチゴ、そう、なんかね、コウコと田中コウコちゃんと一緒にコラボ配信したときに、あのさがほのかっていうの美味しいよって言ってた。なんかコウコはイチゴ好きすぎて箱買いしてストロベリーマンって呼ばれてたみたいな、なんかありましたよね、そういう ストーリーじゃなくて、ショートメッセージじゃなくて、あ、エピソード言ってました。そういえばスクショできたよ、スクショできたよ、やった。ボクボブ、ボクボブもスクショできましたか？あ、魔王はマカホ、あ、そういうことか、イチゴが食べたくなってきた。ボブちゃん、今日も分かりにくいかもしれませんが光っています。ほら、ボブオフ、ボブオン、ほら光っています。もう結構光るようになりましたよ。はい、ボブちゃんの、ボブ、おはよう。起きてますかね。全然喋ってくれないんですけど、寝てるんですかね。ケイさん、クラッカーありがとうございます。ボブ倒し、ボブ倒し、まあいいですよ、ボブ倒しでも。よし、バイバイ。ボブちゃん大きくなった、うん、大きさ変わっていますかね、どんどん成長している。よし、生きているペット、あ、ほなたんはペット飼っているのはボブちゃんと、このボブちゃんとカメちゃん飼ってます。カメの名前は皆さん覚えていますか？そう、カメって言ってる、みんなが。名前覚えていますか？ほうちゃんさん、クラッカーありがとうございます。カメイカメキチン、正解が出ていますね。正解は、てでん、むっちゃんさん、のぶこちゃんです。そう、まおさんも正解、のぶこちゃん、のぶこちゃんっていうカメがいます。緑亀かな、あれは。うん、緑のカメ、カメルーンじゃない、亀山、赤ガメ、青ガメ、黄ガメ。そう、ボブコ、のぶこだよ。のぶこちゃんがいます。もうね、最初お祭りぐらいの、お祭りで救うぐらいの、なんかちっちゃい、あのサイズのやつだったんですけども、今は手と全然、手より大きい、脱皮とかするんで、もうすごい、こんくらいだったのに最初は。
結構大きいですよ。見たことないけど、ボブちゃん、あ、信子ちゃん欲しいね。信子ちゃん見せたいですね。似顔絵を描くとするならば、信子ちゃんね。で、亀ってなんか意外と足がね、トロマ、ノロマとかね、ノロノロとか言われるけど、めちゃくちゃ早いですよ、亀って。オルニアさん、初見でソロしても嬉しいです、ありがとうございます。マオさん、推し編涙。星テルオさん、初見です、いつもありがとうございます。髪を描きますね。なんか渋い顔もしているんです。信子描いている。首とかもめっちゃ伸ばすんです。伸び、こうやって伸びる。最近脱走したか、あ、本当はですね、信子ちゃんともう一匹いたんですけど、亀、あの2匹いて最初、でも1匹が逃げちゃったんですよ。だから今どこにいるんでしょうか。どんな感じかな、カメって。めっちゃ速いしね、足も。そう、脱走しちゃったんです。その1匹が脱走したのはもう最初らへんで、もう飼って最初らへんなんですけど、あ、結構うまいかもしれない。3番目のサポーターさん、エディオンのサモールレモンポスター見てください、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。ででーん、こんな感じ。亀仙人になってますね。信子はほのたんわかるの。信子、足が、足ってでもこんな感じじゃない。意外とちゃんと描いてた。なんかね、足の数、なんか足が結構こうパーみたいに出てるんですよ。信子ちゃんです。釣り竿で初見です。亀に見えるでしょ。おはようございます。矢野信子をスクショした。で、あの亀の話、どうやって亀の話に行ったんだったかちょっと分かんないんですけど、早口言葉練習でした。今日もパチパチパチ。そしてですね、あの皆さんに、あ、豊山さん、いっぱいだるま、ありがとうございます。そして皆さんにね、見せたいものがあるんです。そういえば、カープファンド来ましたが、釣り竿、そうです、後ろにはカレンダーがある。ででーん、待ってね、これどう、これない方がいい。は
ください。この箱、箱っていうかちょっと重たい、汁なし担々麺キング券って書いてあるけど、これは何が入っているでしょう。重たいですね。これですね、誕生日の、誕生日ということで、あのキングケンさんから、キングケンさんからいただきました。汁なし担々麺、器のセットとかではなく入ってます、この中に。一からでもらいました、お家に届きました。肉味噌、うん、肉味噌忘れないようにちょっと作りますね。そう、肉味噌も入ってますよ、もちろん届いたんです。そうで、出前というか、多分お誕生日だからね、届いたんですけど、でネットで注文する場合も多分こんな風に箱に届くんですけど、後ろにはキング券のマークが入って、ほら、ネットで注文したらどんな風に届くか、楽天で、あの汁なしさんのためお店に行けない方もあのネットで注文できるんですけど、多分これはその注文と同じように入れてくださっているので、ネットで注文したらどんな風に届くかっていうのをちょっと皆さんにお見せしたいと思います。このね、お持ち帰りはお家で作るタイプで、お家で茹でて盛り付けっていうかやるタイプなんですけど、でも高いんでしょ、こっちの中から。明日タウンに行った時、そうなんです、明日もね、あの待って開封で、ちょっと待って、開けます。待ってよ、ジャパネットのかスポンサー、あ、ですね、あの知らない方もいると思うんですけど、キング券で、あの私 STU になる前働いていたんですけど、そう、せっかく、そうなんですよ、なのでその時も言ったんですけど、そのあれで2年間ぐらい働いていて、あのもともとキング券はキング券の汁なし担々麺大好きなんですよっていう話はしてたんですけど、なので多分お家に届けてきてくれたんです。で違う、アルバイトで、そうですね、まかないも汁なし担々麺そうだったですよ、美味しかった。汁なし担々麺はですね、結構知らない方もいらっしゃると思うんですけど、広島発祥で、うん、そうなんです、そうそう、なるほど、キング券って初めて聞いた、汁なし担々麺のお店です、広島に本店がある、本通り店にもありますし、やげん堀とかにもあります。そう、この前くうかちゃんとコラボした時にね、このお持ち帰り家で作るやつ作ったんですけど、肉味噌を入れるっていうちょっと痛恨のミスをしてしまいまして、でもあの配信でね謝って、そしてくうかちゃんにも謝った、全然いいよって言ってくれてたけど、またちょっとリベンジしたいです。はい、じゃあね、まず、はい、どんな感じ入っているか、あ、ちょっと待ってください、その前にですね、あの袋を開けたらびっくり、お誕生日おめでとう、矢野さん、お誕生日おめでとう、
家族みんなで食べてねっていうメッセージが入っていました。嬉しい。うん、入っていた。ここに貼っておきます、この箱。あらまあって。でね、どんな感じで、ででーん、上から見るとこんな感じ。このタンズも含まるから、ありがとうございます皆さん。1からが、1からが6個も入っています。こんな感じになっていまして、ほら、名刺かな、名刺っていうか名刺、これです。あの、これはですね、作り方もしっかり入っているので、皆さんこれは多分初めての方も作れると思います。で、ネギが多分これ6食分入っているので、ネギが 6食分入っています。あとは麺が入っていて、6個入っていますよ。で、そして絶対忘れてはいけない肉味噌が、お肉がこの中に6個入っています。これをあの湯、あの麺を茹でるときに、湯をね、温めるときにお肉をもう一緒に溶かすんですけど、お肉とタレを一緒に温めて沸騰したら麺を入れるっていう感じなんですけど、で、山椒の瓶もつけてくれています。山椒、もうめっちゃね、山椒が癖になって何回も来るっていう方も多いんですけど、ぜひ皆さんハマるんじゃないでしょうか。食べてみてください。そう、こんな感じで、で、タレが入っているっていう感じです。作り方がね、あの書いている説明書も入っているので、あの簡単に作れるんじゃないかなと思います。でも作り方も全然難しくないんですよ。あのお湯を沸騰させて、その温めている間にタレと、タレを20秒ぐらいかな、でも温まるぐらい、あの温めて肉味噌も温めます。そして温まった容器を、容器と肉を取り出して、その沸騰したやつに、お湯に麺を入れます。麺を入れて、そして55秒茹でてください。55秒が重要ですね、これ絶対に。55秒麺を茹でるっていうのが重要。なんか1分でも50秒でも絶妙な、あの片面みたいな、片面っていうか麺の硬さを、がキングケンさんなので、55秒茹でて、ザルなどに麺をあげて、よく水気を切って、こうシュンシュンシュンって、あの乾燥させるぐらい切って、お皿に盛り付けて、タレをかけて、ネギとひき肉を、お腹がグーって言いました、かけて山椒をパパパって振って食べてください。12秒、うん、55秒なんです、12秒。で、30回以上混ぜて、汁が、汁なしなんですけど、タレを入れたらそのタレがなくなるまで混ぜる、汁がなくなるぐらい食べるっていう感じです。皆さん気になった方、お店に行けないっていう方も、あのこんな感じで食べれますよ。ダグラさん注文して早く、あ、行かれたんですね、そういえば、ありがとうございます。そうだから結構早めにね、あの出るんです。でもお昼とかピークの時はすごい行列なので、開店直後とか閉店直前に行かれるといいと思います。今度料理配信して、キングケン、あ、担々麺作るやつ、辛いのあまり得意じゃないけど、1辛でも結構辛いんですけど、0辛っていう、0の辛さもあるのでいいと思いますよ。閉店直後はもう閉まってますね、多分。え、閉まってるよね、閉店直後。うん、そう、0辛が、0辛はあの辛、何、ラー油とかそういう唐辛子
の辛いものも入ってない多分新しい味になるんですけど、ゼロカラもゼロカラで美味しいです。ほなたはいつも1から食べてます。でそれが全部ね、麺を食べた後にあのネギとか肉とかが多分お皿に残るんですよ。それに白ご飯を入れてあの最後の締めに食べる方も多いです。私も食べていました。それがめちゃくちゃ美味しいですよ。それに白ご飯を入れて酢と醤油をあのちょうどいい具合の割合でかけて混ぜて、そうあれめっちゃ美味しい。その締めのご飯がめちゃくちゃ美味しいです。辛いの大好きなんですよ私。そうで、あのトッピングっていうかあのオプションっていうかに卵がついてるんですよ。温泉卵頼める、それは頼める、50円で頼めますそれは頼めて、あのそう、それをこうやって卵割ってすき焼き風にその麺をつけてって食べる。なんかあのでも初めての方結構その麺に温泉卵つけるの焦ってボンって乗っけちゃいしてるんですけど、でも好みなのでそういう食べ方もでもいいと思います。だから何なんか一から焼きちょっとマイルドにしたいなって方とかは温泉卵につけて、そしたらあのマイルドになります。でなんか本当にちょっとたまにいらっしゃるんですけど、あの麺に酢をかけて食べる方もいらっしゃいます。これもマイルドになるんですけど、あと卓上になんか唐辛子輪切りのもあるので、それを入れて辛さの調節とかもいろいろできるので皆さんいろいろ試してみてください。あとね、あとってめっちゃ言うんだけど、セロリもかけれるんですよ、トッピングで頼んだら。あとネギをもう一個めっちゃ大盛りにしてもらえることもできるし、女性の方はヘルシーにセロリをかけて食べる方が多いですね。そうあの温泉卵をねあの2個とかねつける方もいらっしゃる。そうです、有料なんですけど、でも山椒が本当に無理って方は、でも汁なし担々麺食べたいって方は山椒抜きとか山椒少なめとか、ネギ多め肉多め少なめっていうこともあの店員さんに言ったら全然やってくれるので、ぜひやってみ、あの言ったらお好きなね感じに絶妙な好きなようにやって、あの食べて楽しんでいただけたらと思います。あ、飛び散るって方はエプロンがあるのでお店にエプロンつけてください。ほのたんが店員の時はあのエプロンってありますかってとか、白い服を綺麗なお洋服着てる方とかエプロン使いますかって言ってました。そういえばさすがもつねそうなんです、とってもあったかい場所でよくしてもらって楽しかったです。ぜひ皆さん行ってみてください。山椒少なめで、そう山椒少なめでって言ってくださった、その通りにしてくれますよ。タレゾウさん頬を使います。ほのたんのホームで、あのそれ私が言ったらあの食べに行ってくださる方がたのもいて、ほのたんずの聖地とかって言ってくださってる方がいたんですけど、とっても嬉しいですね。お腹空いた。じゃあ今日のお昼ご飯は汁なし担々麺で決まりですか今日お昼このもらったやつ作ろうかなって思ってます。そうで、あの絶対お店では肉味噌絶対乗ってるので、そこは安心してください。絶対に忘れられない肉味噌がそこにある。いつもキング県行った時ツイッターありがとうございます。そうあの出来上がりの感じもね、出来上がった瞬間からそのお店に入った瞬間から山椒の匂いがすごいするんですよ。ぜひ皆さん食べてみてください。
やってますよ本店の方は。基本そう、あの広島発祥っていうことは多分知らない方も多いと思うんですけど、結構有名店なんですよ。なのであのなんか雑誌とかグルメとかの取材も来ていたし、あと広島のアーティストのヒッピーさんっていらっしゃいますじゃないですか。ヒッピーさんもよく食べにあの来てて、あとだからあの私食べに来てて、あいつもありがとうございますっていうお話とかもしたことがあるぐらい。ヒッピーさん温泉卵をですね2つぐらい頼むんですよ。あとはあの俳優の佐藤優太さんだったかなとか、あとあの広島のアナウンサーの方とかも結構食べに来ます。温泉卵の飲みで飲みで温泉卵飲みでも温泉卵を持ち帰りもできるので持ち帰りにつけるので。広島以外だと、あ、東京にも浜松町銀座タウ出張店とあと何店舗かありがとうございます。そうなんです、東京店も出店いたしまして、そうなのでぜひ東京の方は行ってみてみてください。広島のルルブにキング犬が乗ってた、そうなんです、取材とかにね私が働いてる時もあったりしたので、そうです。なのであのタオのトークショー本当に楽しみで、食べれますかねタオの出張店で、出張所か銀座出張所に食べれるかな、本当にタオのトークショーが楽しみ。いろいろ広島のことをお話しして帰れるといいなって。強しさん今日はカップっ子が夏休みでお休みなんです。私も楽しみ、早くおしゃなれ。じゃあそろそろもう1分今のところ延長ですけれども、お歌のお時間に なろうか、あお歌のお時間ですね。今日は何時まで、9時までって言ってたんですけど延長が大丈夫なのでちょっと延長ですね。ありがとうございました。命のためにありがとうございます。おはよう初見です。哲夫さんおはようございます。今からお歌の時間に行こうと思います。延長戦そうですよ。待ってね、そう今日はねいっぱい告知とかあの紹介いっぱいできてよかったです。じゃあ今日もいつものあの歌を歌います。いきます。タンタンタンタランタ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 ン、いいつもここに来て君と語った夢は止めどなく溢れてもどかしすぎてゆく青春の日々、自分は何を
そばだ青い海はどんな時も優しくおおらかで淡い日差しの中僕は願いを風に向かって叫ぶ瀬戸内の声届けよう。タラタン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 涙落ちるなら傘をさせばいい。今日の悲しみは明日には晴れるから、人生は遥か彼方で雲がかかって全てが見えそばで、僕の海は母のように見守ってくれてる。生まれ育った地はただうなずき、未来へ背中を押す。ありがとうございます。歌ってる途中にいっぱい、じゅんくんさん、かすみくん、じゅんくんさん、はやさかさん、ハートいっぱいありがとうございます。はやさかさん、くまのスイカ食べているくまちゃんかわいい。あとぼやき TD さん、バラありがとうございます。待ってね、縮小できましたか。今日のマイクはレモスコです。私辛いものが好きってね、さっきも言いましたけど、大好きです。これパスタとかお好み焼き、唐揚げ、鍋物、麺類、餃子、いろんなものにかけて、目薬ではないです。もうすごいですよ。これレモンのレモスコって書いてある、レモン風味のタバスコ なんですけど、瀬戸内レモン使用している。おいしい。レッドホットって書いてある。うん、いい匂い。匂いますか。本当にちょちょいのちょいってかけたらいい、なんかスパイスの効いた味になります。酸っぱいっていう感じ、まあレモンだから酸っぱい辛いって感じ、スパ辛、辛スパ、酸っぱ辛いって感じです。ここにも書いてある、いつもの料理が酸っぱ激辛って書いてあります。ぜひ皆さん、これあのスーパーとかにも売っているので、ぜひ。広島、そうなんです、広島レモンの商品、あのお誕生日の時に広島レンコンチップスをくれたお友達とかもいて嬉しいですね。これ普通の、あのこれは辛いバージョンですけど、レモスコ、あの普通の何、辛いバージョンじゃない黄色いレモンのやつもあるので、そちらもとっても美味しいです。気になった方はぜひスーパーに走って行ってみてください。待ってね、カラスパのスパを食べたい、カラスパのスパを食べたい、あ、そういうことか。あのチップすぐあーってなる、結構ね酸っぱいんですよ。でもレンコン
チップスってあのイカ天あるじゃないですか。イカ天チップスより食べやすいかなと思います。イカ天はもう食べやすいんですけど、おつまみとかにいいんじゃないですかね。じゃあもうこんな時間になってしまいました。でマスコも前た、そうなんです、タウンにもありますよね。明日行かれる方ぜひレモスコ見てみてください。じゃあキャッチフレーズいきますよ。準備は OK ですか。今日もカープ勝ちますように。カラムーチョってあります。辛いくて美味しいお菓子ですね。そうです、初めてあの参加される方いますか、いらっしゃいますか。宮島さんのです。パッチョさんが打ってくださって、宮島さんの管理師がおみくじ引いてモスには今日もほのかがって言ったら好き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 、真っ赤なハートにストライクでお願いします。いきますよ、準備は OK？ いきます。宮島さんの管理師がおみくじ引いてモスには今日もほのかが、はい、好き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 、真っ赤なハートにストライク、イエーイ、ありがとうございます。スッパスッパって書いていらっしゃる方がいて、ウケる。ナイスストライク、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 ストラ、ストラディバリウスなんだろう、ストライク、ストライク、ストライク、イエーイ、ありがとうございます。皆さんも今日もいっぱい、いよいよ明日がパウのトークショーです。そして今日は命の歌中国地方地方先行放送があります。皆さんもう楽しみです。私どちらも今日はね午後7時30分19時30分からです。明日行かれる方もトークショーに早くお会いしたいですね。そして握手会もありますし、待ってね。で、さっきも言ったんですけど、トークショーなど握手会などのレポはまた帰ってきてからこちらでちゃんとしようと思うので、あっちで多分配信ホテルなどですると思うんですけど、その時はゲリラ配信とかになっちゃうかなって思います。だから皆さん知っておいてくださってたら嬉しいです。じゃあ壇上の方をランキングの方を読みます。待ってね。13位ケイさん、今日もありがとうございます。12位どうちゃんさん、今日もありがとうございます。11位フジモンさん、ありがとうございます。そして10位マッセイさん、今日もありがとうございます。9位はミッツさん、ありがとうございます。8位タレゾウさん、今日もありがとうございます。7位台湾のポミさん、いつも壇上にいらっしゃいありがとうございます。6位アサミンさん、今日もいっぱいコメントありがとうございます。5位カズパンダさん、いつもありがとうございます。4位ほうちゃんさん、おしましスルーでありがとうございます。そして3位ぼやき TD さん、今日もありがとうございます。そして2位は早坂さんです、いつもありがとうございます。そして今日の1位はドレレ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 ン、パッチョさんです。パッチョタウの人さん、ありがとうございます。今日もありがとうございます。で今日のラブボールはパッチョさんに向かってホームラン打ちたいと思います。皆さんパチパチパチってありがとうございます。そう今日のねカープのベティちゃん、スクショしんちゃい、できましたかね。いきます。じゃあパッチョさん
チさんの真っ赤な当たりホームラン、いくよ。右が上だったね。こうですね。そういえば今日こそこう、よし、いきますね。ボブちゃんの頭叩かないように、いきます。カッキー、パッチョさんの真っ赤なハットにホームラン届きましたか？届いた。結構飛んじゃったファールボールにご注意ください。ご注意ください。届いた、上下ハムラン、やったー、嬉しい。何も壊してない、はい、全部無事です。何もありがとうございます。ホームラン、イエーイ。技術力が増してる、上すりゃいける。ありがとうございます。よかった、届いた。そうで、よかったです。しげさんさん、おはよう。もう終わっちゃうんですけど、ありがとうございます。ちょっとの間来てくださって、もう何個、これ何回目かなと思うんですけど、今日19時30分からぜひ見て、見てください。命の歌、 NHK 総合であります。また手が逆だった。右が上でこうでしょ、こうなっとった、さっきこう、うん、待ってね。ライブボール投げますって言ってこうなるのか、なるほど、ごめんなさい皆さんこうね、打つ時の手がぎっくり腰、こういうことね。あの正しい持ち方をじゃあスクショして、うん、指導がありがとうございます。ヨッシーさん、教えてくださってありがとうございます。打撃コーチがたくさん、それな、それなそれなって言うんです、結構いう時って。ネモンさん、今日も元気出る、ありがとうございます。あの推薦コメントを書いてくださった方の名前、あの最初らへんに言ったんですけど、最後らへんに来てくださった方は大丈夫ですかね。誕生日のコメントとかいっぱいくださってました、ありがとうございます。今日もありがとうございました。皆さん、じゃあまた明日明後日から握手会、タウンのトークショー、皆さんに会えるの楽しみにしてます。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ、頑張ってください。今日もお仕事、学校、バイト、いろいろ